さあ続いては新加入選手の集合写真撮影です。風間監督そして新加入選手の皆さんどうぞステージにお越しください。新加入選手全員登場します、はい、こちらの集合写真の撮影ですが毎年恒例になっていますね。全部で2回撮影いたします、はい、初めに風間監督と新加入選手がサポーターの皆様の方を向いての撮影、その次に監督選手サポーターの皆さんと一緒に全体の写真撮影となります。はい、さあ皆さん中腰に前列は立っていただいて、はい、今位置調整をしておりますね。立ち位置調整をしております、はい、これ結構重要なんですよね。立ち位置調整、ね、あの中腰になってもやっぱり選手大きいですからね。大きいですね。しっかり入っていただいて、さあそれでは準備はよろしいでしょうか。では皆さん正面を向いて笑顔でよろしくお願いします。バンバン写真を撮りください。でもう撮ってますね。はい、どんどんお撮りください。すごいフラッシュ。さあ皆さん笑顔で、笑顔でって言われるとできないんですよね。さあじゃあ右手をガッツポーズで、皆さん右手をガッツポーズで、右手です、はい、力強くガッツポーズお願いします。ライトハンド、ライトハンド、そうですそうです、はい、いいですね、いいですよ、はい、 OK ですか皆さん、撮りましたか。はい、ありがとうございました皆さん。それではですね、続きましてこれ2回目のサポーターの皆様と全体写真の撮影を行います。オフィシャルカメラマンの大堀さんと希望されるメディアの方はどうぞステージ上へお越しください。風間監督と選手の皆さんはどうぞ後ろを向いてお立ちください。サポーターの皆さんは、例年通りタオルマフラーを上に掲げてアピールどんどんお願いいたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、それではよろしくお願いいたします。笑顔でお願いしますと指示が出ますので、笑顔で、はい、にっこり、はい、いいですね。はい、右手でガッツポーズ、右手でガッツポーズいきましょう。はい、いいですよ。僕風間監督の出演した VS 嵐を見てたんですけど、めちゃめちゃ面白かったです。風間監督めちゃめちゃ面白かったですよ。本当にさすがだなと思いました。はい、いい笑顔でございます皆さん。はい、嬉しいです。はい、皆さんありがとうございました。以上で記念撮影を終了いたします。メディアの皆様どうぞお戻りくださいませ。メディアの皆さんが撮ってくださった写真がインターネットとか新聞とか、はい、テレビとかいろいろなところで見れますよね。見られるわけですよ。今日の記念のね、写真ですよ。これは何年かだって見て初々しかったなって見るんですかね。そうですね、そういう選手も多いと思いますね。はい、はい、少々お待ちください。今メディアの方が、はい。